こんにちは、星座チャンネルリンとハルカとアキとカズです。教えてくれ、ミャンマーで何が起きてるのかを。あれ、マンダレーにあれ事故見たか、何社長見たか。消防車。消防車2台で事故して、1台は一つの車は転んだ。転んだってちょっと可愛い表現だけど、大丈夫。可愛い表現ですか。あの、裏になっちゃった。あ、ひっくり返っちゃったの。こんな大きな事故ね。アミタジという町に火事が起こってて、それをあのみんなこの消防車が走ってて、それでぶつかったらしいです。あ、消防車同士でね。5人が入院してたって。あ、そうなんだ。はい、消防士5人。あ、中に入ってた人か。いや、火事多いね、こういえば。これからだよ、気をつけないと。ね、炊飯器が燃えた事件もあるしね。火の元用心ね。なんか、ないの、そういうの。火の用心とか。あ、あの、自分 の、 あの家の周りを歩いて、あのみんなに気をつけてとか言ってる人。そう。ありますよ。あの、私の実家だと、例えば三軒という市、あります。例えばこの地区の、あの、一つのところに小さいテントとか当番、例えば今日は誰々とか、この地区の誰々とか当番がこの作ってたあの場所に行ってて、鐘、あ、ベルね、鐘ね。ベル、はい。その鐘を、あの、昔だと鐘ってあの手で打つやつ。そう。それで、例えば2時だよとか3時だよとか、あと歩いて、地区歩いてチェックしたりとか、当番でやってますよ。へぇ、じゃあ、ガユーサイバーオン、ジーンとやるの。そうです。ガユーサイバーオン。なんか送ってくれたね、今、リンちゃんが。はい、あれはね、このすごくいい人が集めてるやつですけど、実はあれがサウタコン、はい、ヤンゴン内サウタコンかな。サウタコン町のあのミンツェインというあの靴の工場、この靴の工場で、あの、労働者を募集してるよというなんか言われてて、たくさんの人が募集するために来てて、すごく人が集まりになった。政府が、あの、そんなに集まっちゃダメだよとか言われたけど、私が思ってるのが、あの、仕事がない人すごく多いなとは思ってた。すごいじゃないですか。めっちゃ多いです。本当だ。はい、あれはミンチェインという靴の工場ね。なので、本当に仕事がない人多いだなって。これ何人いるんだ。めちゃくちゃ多いですね。めちゃくちゃ多いです。なんかこう時間で分けたりとかね。はい、そうですね。確かに、そういうのがあったらよかったのかなってね。はい、時代の流れで気に入ると。そうですね。まあ会社としてもこんなに来るとは思ってなかったでしょうね。そうですね。本当に今言う通り、お仕事がない人が多いんだよね。はい、確かにこの写真で今のミャンマーを表してる感じするね。本当ですよ。この写真優秀だと思いますよ。あの、集まってる写真って何枚かあるじゃん。はい、この間のヤンゴン大学もそうだし、公園もなんかこんだけ人集まってますよって写真の中で一番マスクしてる確率が高い。確かに。そうですね。どこ？なんかみんな結構顎にかけちゃったりするじゃない。はい。これはね、すごいよ。8割ぐらいはマスクしてるから。そうです。早くウイルスが終わらないと、これからミャンマーどうなりますかといういろいろ考えちゃった。そうだね。あとは、マンダリーかな。マンダリーはすごくロックダウンしてますね。あとは本当に罰金を払ったりとか、例えば外に出たりとか。厳しくなってるよね、マンダリー。そう、すごく厳しい。あの、友達からメールが来てて、本当に厳しいとか、あの、2万チャットとか、もし、あの、みんなに証明書は持ってて、この証明書がないといけないし、あと、行ける時間も決めてるし、いろいろすごく厳しくやってますね。ヤンゴンもそうなってほしいです。いやー、本当だよね。
本当です。ヤンコンやばいよ。今私の部屋本当に混んでますよ。冷電。いつも通りだもんね。そうですよ。びっくりした。はい。車とかも渋滞してるし、人も混んでるし、お店もいっぱいだし、屋台とかもたくさんです。いやー、もうあれだね。コロナになってもいいんだろうね。ダメだよ。ダメだよ。出ないとみんな外出ないでしょ。ですけどね、病院の人たちは大丈夫？病院の人は大丈夫じゃないでしょう。頑張ってる だけど、なんかね、だんだんほら病院というかさ、カランティンセンターとかがいっぱいできてきて、もうみんななんか気にしなくなったよね。9月はさ、あれが足りない、これが足りない、どうしようどうしようだったけど、はい、もう今そういうニュースもないしさ、病院の中の人がどれだけ大変かとかも全然見えなくなったしね、はい、そうですだから大丈夫なのかなってみんな思って。これはスイカだね。はい、スイカですよね。はい、スイカですよ。あ、よかった。何スイカどうした？あ、アラブに UAE に出国するの？はい、はい、これから。ママ、ママ語読めるよな。そうなんです。そうですね、ママ上手ね。すごいでしょ。スイカともう一個はタコアモイ。タコアモイ。タコアモイはメロン。タコアモイメロン。あのいい匂いがするでしょ。あ、そうそう、いい匂い、匂い。私好きじゃないタコアモイ。あれ前ママ言ってた UAE。UAE。あれ。何ですか。あれそう。あれってなんだ。アラビア。アラビア？アラブ？サウジアラビアか。アラブ。アラブ。あ、サウジアラビアとアラブって違いますか？アラブ首長国連邦。うん。国が違う。でも前はね、は中国の国だけですけど、今は あれ、UAE にも移すします。いいね。ミャンマーの農作物が外に出ていくね、どんどん。そうですね。やったぜ。でもスイカは好きですけど、メロンは好きじゃない。匂いも味も。私も。匂い、食べ物でそのぐらいいい匂いすると私、あまり好きじゃない。そうなの？日本はすごく高いのよ。あ、そうですか？そうですか？スイカの方が安い。で、メロンはちょっと高級なイメージがあるね。美味しくないよ。食べないで。スイカがいいな。スイカはいいよ。安いし美味しいし。星座はみんなスイカが大好きです。そうですね。いやー、あのね、私怖いニュース、ミャンマーじゃないんですけどね、言ってもいいですか？いいよ。あのインドで、あの、はい、不思議な病気が流行ってる。何？不思議な病気って、はい、あのめまいしてて、あの吐いたりとかで、今200人ぐらい今入院してて、はい、すごく流行ってる。原因が分かってないんだ。あ、原因が分かってないんですって。まだ分かってない。まだ分かってないんですって。マジ？はい、不思議ななんか病気だけ。急に気持ち悪くなるの？そう、急に気持ち悪い。あの、昔のあれですよ、昔の病気、ワイユビアね、ミャンマー語で、アピラシー。一つの場所なの？そうです、一つの場所だけです。例えばさ、そしたらさ、あの、お水がダメだったとか、その、街の、とかいうのはないのかな？そうですよ、あれをまだ今探してるんだけど、原因が、ね、そう、検索してたけど、まだわからないんで。でもちろんコロナでもなかったんだよね。そうです、コロナ、この人たちも、今入院してる人たちも全部コロナを検索したけど、コロナじゃないんですって。転換で。転換って吐いたりしますか？ありますね。脳の、なんだろう、病気の一つで。そうですよね。転換って特にその踏み倒れちゃうっていう意識がなくなっちゃうよっていう病気のことじゃないですか。そう、光がバババってなったりとか、うん、急にしびれたりとか、変な音が聞こえたりとか。でも転換は集団発生でそのしないですよね。まあ一人一人によってあれだからね。そうですよね。ちょっと怖いね。怖いですよ。いやー、2020年このぐらいで終わってほしい。そうだね、2021年はそのエピレプシー あの病気でいっぱいならないことを祈るよ。本当です。45歳は一人死んだって、この200人の中で、なので9人だからね。
普通ね、そんな同じ場所にいっぱいってならないからね、こういう病気で外から何かのあれを受けないとそういうことにならないから。怖い怖い怖い、都市伝説になっちゃう。今日は、はい、和、か、よ、和とかとよ、まずは和からだね。和、和だ。そうだねいいのそれで。私の名前はワタウだよ。そうだね、ワタウ、ワタウ、ミャンマーを代表するからねワタって何？豚。豚肉ね。食べたい。食べたい。でも肉と言えばワタというね、ミャンマーにあれことわざありますよ。ことわざがあるの？はい、ガーマンガタラアタマウワビーバラムリュあ、ティーマーって言え、頭は違うじゃん。あの果物だったらミャンマーでマンゴーで、あの肉だったらワタ、はい、豚肉。あとで魚だったらガタラオ。ガタラオ。じゃあ野菜といえば？あ、野菜といえば何でも。ことわざ？ことわ、私は知ってることわざはあれですよ。さっきのあティーマーって言え、頭は。やだなマソイン。やだなマソイン。ケトナーマーソイン、パタニャールビー、ルビー、ルビー。あ、宝石といえばルビーなんだ。あのミャンマーのルビー、めちゃめちゃ有名。そうだね。人は、人といえば誰？カズセでしょ。いや、僕ミャンマーじゃないから人気者ですか？アウサンスージ。アウサンスージじゃなくて、ポジョアウサン、アウサン将軍かな。あ、やっぱそうだね。あ、ポジョアウサンか。アウサン将軍。はい。じゃあ次は、カだね、カ。カヤ。私の生まれたところ、カヤカヤ、カチン、カイーンとかカイーン、カチン、あ、多いなカチン、カヤカヤ、はい、カヤはでもあれだね、リンちゃんの出身ね。いたことないですけど、はい、はい、カヤって人口何人ぐらいいるの？あ、ミャンマーで一番少ないです。そうだよね、20万人ぐらいしかいないんだよね。そうです。まあ少し増えたですけど。増えた。あれですよ、あの東南アジアであの一番綺麗な賞をもらった町。あ、そうなんだ。そうです、ロイコ町。あ、ロイコ、それなんだ。そうです、そうです、そうです。東南アジアの一番綺麗な賞をもらったし、あとはミャンマー全体の病院で一番綺麗な病院もロイコの私の病院でした。綺麗というか、あの中、建物が綺麗じゃなくて中のシステムとか、例えばあのちゃんとあのコントロールしてるとか、インフェクションコントロールとか。じゃあカヤの病院で働いてましたっていうと、すごい経験値として高いんだね。そうですよ。じゃあ最後、ヨヨヨミンジ。ああ、うんうんうん、出てきたヨミンジめちゃくちゃヤンジ。じゃあヨミンジってなんだ？はい、どこ？ダウンタウン。ストリートの名前、ね、ダウンタウンが違う。どの名前？ダウンタウンにありますよ。お店じゃない？食べ物いっぱい。あれ、日本料理とかいっぱい。日本食屋さんが多いですね。あ、そうなんだ。あとでホットポット、ホットポットいっぱい。ヨミンジはね、あとはおしゃれなワインのお店だったりとか、まあビールの美味しいね、あのお店だったりとか、まあそういうので賑わう場所ですね。あとそうですよね、あのチェーン店じゃないおしゃれなカフェもありますね。そうね、そうね。日本で言うと、行ったことないけど、代官山とかなのかしら。あ、代官山っすかね。わかるよ。あそこら辺にでも住んだりホテル取ったりしたら、とりあえず食には困らないですよね。そうですね、あそこが一番かな。あとシャン料理、アオミガラとか有名ね。ね、シャンのお店。次のお店はヨミンジエを探してるんですね。あ、そうですか。候補の一つとしてね。はい、はい、ヨミンジだといいな。はい、今日はわかよ3つでした。いいね、着々と埋まっていくね。いろはにほへと。本日も動画を見てくれてありがとうございます。面白かったら高評価を。もっと聞きたいなんて思ったらチャンネル登録をお願いします。お願いします。それではリンとハルカとアキとカズでした。Ta-da!